今回もまあ前回続けずちょっと前回ふざけすぎて怒られたんで今回真面目にやっていきます。今は素材を作っている段階です。フロア材の焼き板っていうのをやっていることですね。まあ木っていうのはこの平たい木っていうのはこう年輪があるでしょ。年輪がこう入ってるんだよね。でこう入ってるとこう真ん中中心が膨れ上がる感じ、こんな感じで沿ってくるらしい。でこれ下のやつはほぼ真ん中だから縦にしか入ってない。上こうなるかこうなるか分かんないね。だからまあいい木だ、反りが多分少ないと思うけど、どっちがいいのか分かんないな。フロア材にするんだったらこっちがこういう張り方がいいのかこういう張り方がいいのかっていうのは分かんないね。要は真ん中が反ってくるか端が反ってくるかっていう感じ、張った場合、まあ、今回僕はこの真ん中が反るような方向で張って微数値していこうかなって感じです。うん、どういう効果があるか、抜けてくるかも分からんんですけど、まあ、それはゆくゆく反対にして直すっていう、修正して直すっていう可能性もあるんで、やり方もいいかな。とりあえず真ん中が反るような形、年輪のこういう形で今回は色塗って焼き板して貼っていこうかなっていうことです。で今回ちょっとフロアに使うんでそんなに焼かないでって感じですね。本来の焼き板っていうのは結構ガーって焼いてもう表面がすごい炭化されてて炭だなってぐらいまで焼くんですけど、フロアなんで歩くじゃないですか、割れちゃったりとか足についたりするんで、要は炭がね、なんで軽く炙るって感じなんですかね。焼くっていうよりかはちょっとやってみますか。めっちゃ焼いたのと軽く焼いたのを見せたいと思います。はい、ここはめっちゃ焼いたやつですね。めっちゃってほどではないけど、まあ、こんな感じ。普通の焼き板っていうのはこんぐらいですね。もっと焼くけど、これ中までクラッキング入るような感じで炭っていうのが明らかに分かりますね。ここまで行くと多分ねボコボコになっちゃうね、床が。とあと割れちゃう、踏んでで炭がつくって感じ。でも今回僕やるのはこのぐらいですね。ライトな焼き加減をしてこのワイヤーブラシでちょっとこそぎ落としていく。うん、まあ鳴らすっていう意味とあとは単純に割れないように、踏んでその爪の部分が割れて足についてしまったりするので、このついてない場所とついてる場所があるでしょ、ここを鳴らす、なるべく中心に持っていくために色合い的にこうワイヤーやって削る。これを拭き取ると、まあ、そうすることでだいぶこうなんだろう、茶色に近くなるというか、もう黒じゃないですよね、薄い茶色みたいな感じになるから元の木のように近いんで馴染みがいいと思ってる僕は。見て分かるか分かんないけど、そういった感じの手順でこの焼き板、フロア材にしようとしてる焼き板を作ってるという状況です。OK、 完成。あとワイヤーブラシでついた傷なんですけど、
結構ね、無垢材ってね、水を含まして乾燥するとこう自然って何やったりするらしいんですよ。自然治癒力みたいなのがあるって。だからそんなに大丈夫かなって感じがします。で、引いたら全然気にならないです。ワイヤーブラシほどの細かい傷っていうのは、まあ、そこになんか病原菌とか入って繁殖するとかはもしかしたらあるかもしれないけど、どうなんだろうね。で、焼き板のメリットはあと1個あって、サンダーしなくていい。ほぼほぼ普通は、完全な加工品、カットにもなんかプレーナーっていって研磨にも種類があって、だいたいホームセンターとかで売ってる安いやつは表面がザラザラです。ノジ板とかもそうだけど、ああいうものを買って使おうと思ったら安くね、サンダー掛けを結構しっかりしないといけないんだけど、焼き板をすることによってその燃やしちゃえる毛羽とかささくれみたいなところ、なので、まあ、簡単にサンダー掛けをせずに塗装とサンダーを一緒にできるって感じ、研磨を。だから楽っていうのも実際あります。十分歩けるもん、すでに。これ焼きすぎなところ、ボコボコがちょっと強めで、多分感触がね感じれるぐらい、多分足で踏んでる、まあ、好みですね。これはどんぐらい焼くかは、僕はそんなに焼かない方がいいと思うんですけど。へい、はい、ついに打っていきます。で、ちょっと床だり対策っていう風な感じで、普通は隙間開けてやっていきますね。なので今回は1ミリ、この定規がちょうど厚さ1ミリなんで、これを挟んで打ってって、挟んで打ってってやりたいと思います。この床なりは、夏に施工するんだったらピッチリやって、その時に一番吸い込んでるから、膨張してるから、で、冬にかけて乾燥するんで沈むと、そのなんていうんですか、振り幅のマックス値で詰めとかないと、それ以上になったらこう隆起しちゃうっていうか、お互いの木が押し合って真ん中とか横とかが隆起しちゃって、それが擦れて床なりがするっていう風な一つの原因として挙げられてます。ですが、まあ、この床ってね、元からなるんだよね、結構。わかる？こんな感じ。元の施工自体もかなり床なりするんで、そんなに気にならないじゃないかもしれない。けど、まあ、2倍になるっていうのは良くないんで、まあ、今回の分だけでも多少は対策をしたいと思います。まあ、そんな感じで。今回、ビスは 20mm のやつを使います。で、この合板自体が 12mm。で、上の板が 15mm ですね。なんでマックス 27mm か。27mm 以上いっちゃうと床、フローリングを傷つけてしまうんで、だから本当はどうなんだろうね。23mm ぐらいがいいんですけど、23mm のビスがなかったんで、25か20だったんで、20のやつはちょっと若干打ち込む感じにしたいと思います。少し打ち込む。こちら合わせより若干 2mm ぐらいか。3mm か。3mm 打ち込んで、23mm の深さ。で打ちたいと思います。ですが、なかなかこう調整が難しいんで、普通はここにマスキングとかして深さ調整しますが、今回ちょっとシビアなんで、それ以上絶対にいかないような、何かこう木でストップできるようなものをビットにつけて、それでやろうかと思ってます。
ダメだ、ちょっと見づらいし、やりたい。まあ、ちゃんと止まるのはいいけど、目視で。
割と予定通りですね。廃墟のあっちの部屋とほぼ一緒かな、やっぱり幅が広いんですけど、こっちの方が300ミリで見た感じはほぼ一緒です。ちょっと見せます。ここね、問題よね。入り口の段差かなり高い、約3センチだから、ちょっとどうしようかな。もちろん、まあ、扉は閉まるような感じになってますね、ちゃんとね。で、今回愛着量はしませんでした、まあ、手間を考えたっていうのと、あとはビスなんで最後抜けば掃除とか隙間をもう見られるので、ほぼほぼしてないです。簡易的な感じで、やっぱ隙間はどうしてもね、僕の加工精度だったら加工技術的に無理。そうなんだね。隙間はあるけど、まあ照明の真下ぐらいかな、隙間が気になるのは。こういうところはここ真下ですけど、若干この肌色が見える隙間からなんだけど、普段は斜めから基本的に影が落ちるので、そんなに気にならないかなって感じでございます。結構いいんじゃないですか、こう質感的にはね。で、ビスは、まあ、埋める人もいるんですけど、僕はまんまでもいい感じだと思うんで、そのまま残しております。で、歩いた感じは特に浮ついた感じもなく、普通の床と変わらないですね。いい感じ、いい感じ。はい、で、あとは壁ですね。壁をどうしようかなという感じですね。壁と屋根、屋根というか天井、いやー、どうしようかな。多分リアウォール的なものを、突っ張り系のやつをするしかないんで、賃貸は。なんだけどな、こことか弱いんだよな。これそうじゃないんだな、結構たわむから、針のとこしかできない。うん、ちょっと考えていけますね。こういう段々になってるんですね。段々、ただの真四角の箱じゃないんで、少し手間があるね。そうそう、という感じでございます。まあ、お湯考えてから作っていきたいです。今回材料ですね、皿の木ネジ、木ネジ3個、118個入りだったかな。1個が285円で掛け算。そしてゴブ板、この板ですね、フロアの上の部分が300ミリでね、3個、3坪分かな、1坪用が4,080円、かける3で13,140円。そして合板ですね、合板針葉樹の耐水合板、耐水ベニヤ、ベニヤ合板かで6枚、1枚が1680円でかける6、10,080円。なので、まあ木材資材的には24,000円ぐらいなのかな、ビスまで入れると。ぐらいで一応フロアは引けたという感じですね。あとはいらないものが入ってるんですけど、今回僕は26,000円ぐらい他のもの買ってって感じでできました。はい、というわけで今回は賃貸 DIY っていうことで、現状回復ができるような DIY 施工、床のフローリングの張り方をやってみました。まあ、実質合板にフロアが置いて、合板にビスを打ってる、置いてるだけって感じ。フロアの上にフロアを置いてる。最近貼るだけとか置くだけの床ってなりますけど、あれのまあ DIY 自作バージョンっていうことだと思います。うん、これビス抜いて普通に合板も取っちゃえば元通りのフロアになるので、まあ、現状回復が一瞬でできるっていうことです。賃貸 DIY 自体はもっといろいろできると思うんで、壁やったり天井までできるか分かんないけど、とかここに関しては机も作んなきゃいけないね。パソコンやるのもなんかキャンプ用の机でガタガタなの、軽すぎて。ちょっとドシッとしたしっかり打ちやすいパソコンのデスクも作らなきゃいけないなっていうのがあったり、あとベッドに関しては、向こうの廃墟にあったパレットのベッドをこっちに持ってこようかなと思ってます。あとはレイアウトですね。レイアウトもちょっと今から考えるけど、いろいろまだやることがいっぱいあります。あとはどんなのがあるかな、作れるもの、いろいろ賃貸 DIY っていう、まあ、シリーズでやってみようかなと思ってるんで、何かこういうのがあるよっていうのがある、こういうのやったらかっこいいんじゃないですかっていうのがあればぜひ教えてください。今回はとりあえずフロア引かないじゃない、何もできないんだよやっぱりね。他のどこか作り始めちゃうと、どかしてからまたフロア作っちゃう
床作るってことになるんで、とりあえず床引かないとなと思ってて今回やっとできました。なのでおいおいやっていきたいと思います。では今日は疲れたんで寝ます。さよなら。